福岡、岡山ライナーは、かつて、中国 JR バスが運行していた、福岡県福岡市と岡山県岡山市を結ぶ、高速バスである。2005年3月31日限りで廃止された。2004年2月19日に、福岡市と岡山市を結ぶ、中高路線として開業した。約6時間30分をかけて運行し、朝出発して、昼過ぎに到着する便と、 夕方出発して夜間に到着する便が1往復ずつ設定されていた。福岡市と岡山市の間には西日本鉄道、両備えバス、下津井電鉄が1989年から高速バス、ペガサス号を運行していたが、道路線は当初中高便と夜行便が設定されたものの後に中高便が廃止され、夜行便のみとなっていたため、 この路線の新設により十数年ぶりに福岡岡山間の中高高速バスが復活した。ペガサス号の運賃は片道7200円であったのに対して、当路線はペガサス号より安い片道6000円に設定された。しかし利用は伸びず、約1年後の2005年3月31日、限りで廃止された。全便座席指定制のため、乗車には予約が必要であった。 博多駅交通センター祇園町五福町、岡山駅前天満やバスセンター下、夏川祇園町、五福町は、福岡駅の未停車で校舎のみの取り扱い、岡山市内総合間の乗車は不可。福岡市内五福町で入口福岡高速2号線、福岡高速1号線、福岡高速4号線、九州自動車道、関門橋中国自動車道、山陽自動車道、 岡山 IC 国道53号岡山市内。ありがとうございます。